はい、どうも、どうも。はい、どうもです。どうもです。はい、どうも。はい、ということでね、50円を節約してるわけなんですけどね。じゃあ DM で慎吾さんはリスナー名乗る人が勝手にやったってことで、いや、もうその事実を知らないから、何のこと言ってるかまず分かんないの、俺。てか別に俺、そんなことやってないし、だって俺、そんなことして何の得があんの？ しかも別に大したこと聞いてないじゃん、別に。そんな住所とか氏名とか何も聞いてないし、まあなんか多少なんか今こうやって暮らしてますみたいなの聞いたかもしんないけど、そんなの別にさ、誰でも憶測できる、憶測っていうか憶測できるレベルのことなんじゃないの？そういうのを漏らされたんか知らないけど。しかもそれを俺漏らしたところで何の得があんの俺に。別に漏らしてないし。で、それを俺別に他の人に言ったところで何か得あるんですか俺。そもそも、だって、あなたのことなんか誰も興味ないよ。もう言っちゃ悪いけど。言っちゃ悪いけど、別にネットで有名とかそういうものないでしょ。そんなんじゃあ俺が一部のリスナーに漏らしてたとして、別にその、あなた自体に誰も興味を持ってないから。ね、そりゃさ、なんかこう人集めたりとか、インフルエンサーとか有名な人のなんか裏の情報とかそういうのが漏れたらみんな興味あると思うんだよ。なんでかっていうと、そのインフルエンサーにみんなが興味があるから、ネットの人が。でも別に、あなた自体無名じゃないですか、ネットで。そんな情報を聞きたいって思う人って何人いるんですか、ネットに。しかも俺が知ってる情報なんか、ほんとしょうもない情報やん。なんかちょっとさ、聞いた、なんか別に何でもない。何でもない、しょうもない情報じゃん、そんなの。それ以外聞いてないよ、俺だって。氏名とか住所とかそういうのも全部知らないし、なんかそんなこと言う、なんか疑われるの嫌なんですけど、本当に。あー、皆五郎さんやったー！ジュースレンチャンやったー！ 50ポイントです！やったー！あ、皆五郎さん、あれちゃん連発、レッチャン連発、レッチャン連発、レッチャン連発、やったー！あれさー！あれさー！聞いただけ、まあだったらいいんだけどさ。アレンチャーだっす。いやなんかさ、もうなんか、ちょっとさ、ね、あなたなんかちょっと当たり屋的ななんかとこがあるから嫌なんだよね、本当に。アミナゴロウさん、クリアファイルはだっす。なんかさ、こうなんか、まあ、ちょっと前っていうかさ、俺のなんか枠で結構なんだっけ。なんかいろいろコメントした後に、なんかいきなり枠、自分で枠取って、俺の名前勝手に使って配信してたでしょ。で、俺のアンチなんか来てて、うわ、めんどくさとか思って。そう、まあ、あなたが直で言ったんじゃないかもしんないけど、なんかその、まあ、アンチを通してみたいなとこあったかもしんないけど、なんかわかんないけど、アンチが来たのはなんか俺のせいみたいな空気感もなんかあったし、まあ、あなたが本人でか言ったんじゃなかったかもしんないから、それは別にもういいんだけど、なんかそういう、なんていうの？あと、アンチに踊らせる、されてる感じとかさ。なんかあるでしょ、そういうの。なんかそういうのめんどくさいんだよね。あけび、やったー！飲み物も話す。あざっす。そう、別に俺から関わりってないし、自分から来てるのに、なんかそれで俺から関わったら、じゃあなんか、全部俺のせいとかって、なんかそういう当たり屋感が半端ないっていうか、そのなんか周りのアンチしかり、しかもなんか今の、なんか情報流しましたねとか、なんか別に流してねえし、そもそも。誰が興味あんだよ、そんなの。ネットのやつは誰が興味あんねん、あなたに。マジで。誰がそんな情報知りたいの？あなた有名な人なの？誰が興味あんだよ、それ。しかもしょうもない情報しか俺聞いてないぞ、別に。全然しょうもない情報やん。あ、匿名の方は出す、ジューサー出す。ごめんなさい、出かけてきます。まあ、分かってくればいいんですけど。でも俺、本当にガチで流してないよ。
ガチでそんな情報とか流してないし、ていうかそんなの流したところで俺何のとかあんの。しかも別にね、自分だったら分かってと思うけど、俺に言った情報なんて大した情報じゃないじゃん別に。俺大したこと聞いてないよ、うん、いやしょうもないことじゃんそんな別に、うん、そんなんが漏れたところで何になるのっていう、うん、別にねインフルエンサーでもないだろうに、うん、誰が興味あんねんそんなの。うん、気分悪くしてごめんなさい。関わらないようにします。はい、お願いします。はい、うん、今日はソフトクリームよりかき氷の方が美味しい気温。ああ、まあ確かに暑すぎるとかき氷とかの方がね、美味しいかもね。うん、確かに。うん、うん、はあ、うん、浅見冷蔵。まあ、浅見冷蔵ね。うん。浅見冷蔵か。うん。あ、ゼロライさん、クマさんです、あれです、あーゼロライやったー、クマさん9個やったー、やったレッチャーです、やったーです、やったぜ、ありがとうああ、うん、昼飯食った、昼飯っすか、うん、まあちょっと前に食ったかな、カップラーメンっすけどね、カップラーメン、うん、ハウシンうざい、もうそろそろブロックしよう、うん、こいつうざいわ、やっぱもうブロックしよう、ごめんね、うん、まあまた気が向いたら解除してあげるから、そろそろブロックしよう、うん、あーゼロナリさんからやったー、ごっこくまさん来た、やったー、おいがおいがおいがアラブのお席を、ウィロゼミゲイツソフトバンクソンバダルシー、やったー、あ、匿名の方やった、ジュースやった、レンチャーです、アレンチャーです、あれです、うん、ふぅ、俺の昼飯なんだけど、吉永好きや、どっちが好きなもん食えや、自分が食いたい方食えや、自分が食いたい方食いなさいよ、もうハオシンくんはね皆勤賞だったから今まで、俺の配信ずっと見てるやつは分かると思うけどさ、朝やろうが昼やろうが夜やろうが土曜やろうが日曜やろうが平日やろうが
マジでよくこんな来れるねってぐらい皆勤賞だったんで、分かったでしょ、ずっと見てるやつ。絶対こいつが仕事してない。もうずっともううざいから今ブロックしちゃった。だからもう皆勤賞はね、今日でおしまいだけど。まあまたそのうち気が向いたら解除すると思うけど、とりあえず気が乗るまでは解除しないんで。これで皆勤賞がもう途絶えちゃったけど。いやー。マジで皆勤賞だからね、本当に。本当にいつも来るからね、絶対仕事してないじゃん。明らかわかるよね。明らか仕事してないよ。あんな毎回毎回来れるなんて。どうやって生活してる？いや、だから生活保護率高いんじゃない？マジで。多分生活保護とかの率高いと思うよ、ガチで。てか、俺のアンチって大体生活保護だからね、本当に。俺マジで見る目あるから。本当に。いや、だから大体、生活保護率高いって。生活保護だったら、結局そうなるじゃん。だって金はさ、もう食う金は毎月入ってくるわけじゃん。何もやんなくても。あと、もうネットは、でも生活保護ってさ、そんなさ、まあ一応ね、生活最低基準の額を支給するっていうのが一応あるから、まあでももちろんその最低限とか言うけど、普通にね、多少あ、ね、そんなになんか、めったそんなにアホみたいになんかお金使わなければ、多少のお金残るぐらいの金額にはなるんだけどさ。で、あとはもう、じゃあそうなった時に、じゃあインターネットってもうつなぎ放題じゃん。インターネットはもう月額料払えばつなぎ放題だし、お金かかんないし、で、電気代なんかたかが知れてるから、だからもうネットをやってるわけでしょ。ずっと金も食っていけるし、で、あとはネットは、ずっとさ、やり放題だし、定額払えば。だからもうずっとネットの世界に入り浸ってるんですよ、間違いなく。だからほんとガチで生活保護率高いよ、アンチって、本当に。だって明らかわかるじゃん。明らかわかるじゃん。そんなに皆勤賞でさ、なんか金続くわけないからね、普通に。で、別にお金持ってるようにも見えないじゃん。だって本当にさ、死ぬほど金持ってたら、わざと俺なんかにそんな粘着する？しないと思うんだよね。女朝から晩までさ、どんな日でもさ、まあもちろん金持ってて粘着するやつもいるだろうけど、ハオシン君みたいにここまでコメントでいつやっても来れるぐらい粘着はなかなかできないと思うね。いや、マジで生活保護だと思うよ、ガチで。こんにちは。そうじゃなきゃここまで粘着できんよ。ほんと朝昼晩、俺が不定期にやってんのにいつでも来るじゃん。だって人って寝る時間とかだってあんのにさ。で、休日平日関係なしにずっと来るじゃないですか。こんなん仕事してたらこんなん絶対できないから。マジで。仕事してたら絶対無理、こんなん。でも中には、そのほら、お金めちゃめちゃ持ってて、もう仕事しなくても大丈夫とか、あとは人に任せてるだけで、無限にお金が湧いてくるみたいな人もいるとは思うんだけど、どう見てもそんな人には見えない。ハオシンくんがね。どう見ても思わない。そんだけ金あるんだったら、もっとお金使っていろんなことやるって。こんな一円の得にもなんない、
ね、嫌いな、ね、配信者に粘着しても、うん、そんなことする時間があるんだったら1円の得にもなんないしさ。だったらね、ふんだんにあるお金使ってもっとなんか遊び行ったりするでしょ、うん、どう考えてもそうだよ、うん、はあ、はあ、ああ、いやどうしよっか、やばい、ハオシン君を NG にしたのは良くなかったが、コメントが止まってしまう。やっぱりハオシン君は必要なのかな。ハオシン君をブロックしたらコメントが止まっちゃったよ。おい、コメントがないよ。あんな四六時中粘着できるやつ、粘着してコメントできるやつが一人ブロックしただけで、こうもコメントがなくなるとは。あ、どうも、こんにちは。やばい。解除した方がいいかな。もうコメント止まるんだもん、マジで。コメントが止まっちゃうんだもん。ああ、やっぱ解除した方がいいかな。ダメだ、これコメント止まっちゃう。ああ。解除した方がいいかな。コメント完全止まってたからね、今。ダメだ、コメントが止まる。解除するか。解除するか。ああ、解除しちゃった。最速ですよ、ほんと。5分ぐらいか、ブロックしてたの。10分ぐらいか。5分か10分ぐらいだろう、ブロックしてた期間。ああ。解除しちゃった。コメント止まるから。ああ。ハイタツバ、いやいや、別に俺、ハイタツバ飲んでないよ。俺、ちゃんとブロックするとき言ったからね。あ、うぜえからブロックするわ。まあ、また気が向いたらブロック解除してやるよって。まあ、いつか、いつになるかわかんねえけどって言ったじゃん。あ、その今、気が向いたときなんだから。俺、別に永遠と解除しないとか、期限をこうね、この日だってこう切って、この日までは解除しないとか、一言も言ってないからね。一言もそんなこと言ってないから。早いね、ハオシン君。やっぱ粘着して見てたんだね。早いね、もうすぐ来たよ。あれ、一回ブロックするとさ、俺のこと多分フォローしてるんだろうけど、通知とか。そういうのも一回全部解除されるのにすぐ来れるってことは、相性別垢で潜ってたんでしょ。別垢で潜ってたが、ログアウトした状態で見てたんだろう。わかるよ。こんだけね、見てるやつなんだから。そりゃそうなるわ。うん、ねえ。なぜだ、確か俺は消されたはずって。ブー編のキビトかよ。ブー編のキビトのセリフかよ、それ。ドラゴンボールでさ、極悪人を除いたものを生き返らせてくれっつって、でキビトが生き返って、こう生き返った瞬間、 なぜだ私はダーブラに殺されたはずっていう。、うん、ダーブラに殺されたんだっけ。
そうだよね。一番最初にキビと殺されるもんね。なんかこう、魔人ブーのさ、なんかバビディのなんか宇宙船を追っかけてって、で、なんかこう、みんなこう隠れながら、岩場みたいなとこがいいんだけど、いきなり、バレてるぞってなって、なんかいきなりキビトのとこ行って、ダーブラがこうやってもう、キビトにこの距離で、はぁーとかつって、キビトが殺されたってもういきなりね、一番最初にキビト殺されてからね。ドラゴンボールで極悪人を除く人を生き返らせた時にキビトが生き返って、なぜだ私は確かダーブラに殺されたはずみたいな。はこの、そうだ、海王神様は、このかすかな木は海王神様、生きてる、でも死にかけだ急がないと。うん、おはようございます。延長はしないが、次枠行くか。でもどうしよう、何やろうか。やることないんだよね、配信撮ってる。やることないんすよ。あ、どうも、こんにちは。ふぅ。どうしましょうかね。マジで。どうしようか。ちょっとまた水ついで飲むか。よいしょ。どうしようかな。これから仕事、嘘つくなよ、おめえ。嘘つくな、マジで。俺が朝、昼、夜、休日、平日、お構いなしに不定期に配信して、毎回毎回皆勤賞のお前が、ね、仕事とか笑わせんなよ。あ、リューサーだっす。なんかめっちゃうるさいんだけど。あ、トロピカルジュースだもん。なんか今怒鳴ってなかった。アリューさん、レンチャーだっす。レンチャーだっす。ありがとうございます。ふぅ。ふぅ。ああ。マジどうしよっかな。これから。僕は。どうしたらいいんだろう。次枠何しようか。もうやることないんだよ。マジでどうしよう。やることがないんですよ。どうしたらいいですか、本当に。どうしたらいいんですかね、マジで。どうしたらいいんだろう。アイス食べる。
アイス食べ行く。確かに。アイス食べ行く配信する。でも、そんだけで楽しい、みんな見てて。確かにアイス食べたくなってきた。アイス買い行く？あ、アリアス、匿名とアリアス。アイス買い行く？じゃあ。そんな見たい、みんな。一応延長チケットちょっと買っとくか、じゃあ。外配信になるんだったら。今日そこまで多分ね、日が出てないからね、多分いけると思うんだよね、車載。あー、やったー！ゆうきさんからトロピカルフルーツゲッチュー！あれっす、あと組めることまだす、バナナ。あー、ゆうきさんから、やったー！ゲッチュー！ あれっす、レンチャーです。どうしよう。アイスか行くか。でもさ、ほとんど車載配信になっちゃうけどいいの？あ、チャービーサーだす、ハータだす。ほとんど車載になっちゃうけどいいの？だってさ、買いたってほとんど車載よ。車載の時間率半端ないよ。だってアイスなんてすぐ食い終わっちゃうじゃん。ほとんど車載の時間になるよ。それでもいいの？それでもいいんですか？アイスなんてほんとすぐ一瞬で食べちゃうやん。じゃあアイス買いきます？じゃあアイス買いくか。じゃあ分かった。アイス買いきます。じゃあこの枠一回閉じてからね、スマホ配信に切り替えます。広角車の中だったかな、わかんない。じゃあちょっと途中だけど切るわ。じゃあ。